福島俊幸3月23日から1983年3月23日は日本の実業家。元日本通運社長、元学校法人、日通学園理事長。1895年3月23日、島根県松江市に生まれる。1916年、法政大学法学部を卒業し、内国通運に入社する。1960年、 日本通運社長に就任し、1968年に辞任する。辞任後、いわゆる日通事件により、業務上横領の疑い等で逮捕される。1971年9月に、東京地裁で懲役4年の判決が出、1977年10月に、最高裁で確定する。しかし、病気のため刑の執行は停止される。なお、事件について、 取り調べを受けていた次男の秀幸は検察庁ビルから飛び降り自殺をしている。1983年3月23日に死去88歳。日通の天皇と言われるほどの強いリーダーシップで日本通運を率い、日通総合研究所を設立し、流通業界を担う人材育成を目指した流通経済大学を創立する。 流通経済大学の公明の命名者でもある。日通事件後、1983年3月、不遇のうちにひっそりとこの世を去っている。ありがとうございます。